吉田さん、ドリーム燃料っていうのがね、開発されたみたいですよ。これ京都大学のなんとか教授っていうのがリリースしたんですけども、なんとね、ガソリン代が今の価格の10分の1以下、1リットルあたり10円とか14円で作られるそうなんですよ。しかも原料が水と二酸化炭素を化合して普通のガソリン車に入れて走るそうなんですよね。もうトヨタ自動車は実験して OK が出てるんですよ。ただガソリンって利権と税金の塊じゃないですか。だからこんなにね、利権とか税金が全くない燃料を世の中に出すことにはかなりの抵抗があるみたいで、誠に不合理なんですけども、あんまり流通してないんですよね。で、流通の方法の一つとして、サブスクリプションで、そのドリーム燃料を作る。つまりね、ガソリンを、人工ガソリンを生成する機械を毎月50万円で貸してくれるらしいんですよ。で、これはもう誰でもできます。で、50万円で借りたところで、50万円分も私の場合ガソリン使わないんで、まあ、運送会社ですとかね、タクシー会社とか、ガソリンをかなり消費するところにとってみると、このサブスクリプションっていうのは、まあ魅力的なんじゃないかなと思いますよね。まあこういうのがもっともっと広がればいいんですけども、やっぱり、二つの理由から広まりにくいそうです。一つは、やっぱり、税金とか利権が、これによってなくなってしまうっていう、既得権益がなくなってしまうから、あんまり広めたくないなってこと。それから、このドリーム燃料っていうのは、もうね、海外からの原料に頼らなくてよくなるんで、サウジアラビアを中心とした産油国との関係がこれで断ち切れてしまうんですよね。だからどっかの産油国とかのお得意様になることによって、外交がうまくいくっていうところもあるんで、あんまり積極的にね、広めるのも、確かに、国民の利益にはなるんですけども、長い目で見るとなかなかね、中東との関係が危うくなるんで、二の足を踏んでるってところがあるらしいですね。まあ最もらしい理由が2つあるんですけども、実際なんかね、そのドリーム燃料と通常の燃料とかを混ぜ合わせてちょっと安くしてくんないかなみたいなことをね、妥協するところをちょっとね、見つけてほしいですね。では。